こんな雨の夜に遊んでないでお家で寝なさい。そんなバリバリ言うてる場合じゃないよ。何言ってんだつゆちゃん。いや、あそこじゃ何も守れんよ。銭持つからな。地獄で待っとけ。こんにちは、ナランダーと申します。はい、お久しぶりです。では夏休みの宿題の結果を発表していきたいと思います。久々やな、グレックル。で、宿題の内容なんですが、アルセウスとの最終決戦を迎えるためにはすべてのポケモンと出会うことが条件になってます。なので前回の投稿後、8月中にポケモン集めを行っておりました。で、結果がこちら。えい。はい、すべてのエリアにいるポケモンと出会ってきました。なので、まあ一応宿題は完遂したという感じですかね。で、あと2匹捕獲の必要があるポケモンがいるので、これは動画内でやっていきたいと思います。なんか敵は、何見つかってる。お前か。とりあえずこれかな。あなた調査隊でしょ。ちょっと助けて。おう、どうしたポッチャマ。このポケモン、お腹が空きすぎて動けないみたいなのよ。ご飯をあげようとしたけど、意地を張ってるのか食べてくれないし。コロコロ豆には反応したんだけど、やっぱり食べてくれないし。ほう。クラフトする、工夫する。まあ、クラフトなのかな。クラフトするんや。そっか。コロコロ豆を美味しくすればこの子も食べてくれるよね。製造体のくせにクラフトを忘れるとか、東大元暮らしだわ。あははは。それなら豆寄せ玉がいいかも。レシピはクラフト屋でやってる。作って一個分けてくれない？いや、製造体なんだから自分で作れ。俺は混合団の調査隊だぞ。何言ってんだ、つゆちゃん。何言ってもやらせるんやろ。これ何？玉ゼンマイ。玉ゼンマイ使うんかな？こんなに明らかなとこにあるってこと。じゃあちょっと行ってこようか。てかこれサブクエだな。まあいいけど。レシピはどこに売ってるんや？レシピは売ってないんか。じゃあ豆寄せ玉買おうか。豆寄せ玉を1個分けてくれるの？どうぞ。それじゃあ、あなたの手からこの子に食べさせてあげて。食べるかい？ちゃ。ぽちゃ。おーい、かわいいな。食べとる。よかった。豆寄せ玉をお気に召したみたい。そうだな、お気に召していただけたようで何よりです。ぽちゃまさん。よかったね。ぽちゃー。かわいい。あら、全部耐えられたのね。いい食べっぷりじゃない。お腹いっぱいで眠くなっちゃったんかな。ぽっちゃまのこと、とっても気に入ったよ。そうだな、かわいいけど。グルメっぽいから、ちょっと、いろいろ大変そうだけどな。危なっかしくて放っておけないし、村でお世話してあげる。確かに彼はグルメだから、ちょっと人間と一緒に住んでた方がいいかもしれないな。なんかすげえ鳴き声聞こえる。つゆちゃん、ぽっちゃまほっとくとまた倒れそうだからさ、村で世話してあげるの。楽しみだな。村にこの子来るんか。かわいい。間違えたな、普通に。普通にサブクエに来ちゃった。ギラティナはどこだ？今、ギラティナにフラグをつけたんですが、多分これ自分で探さないといけないからヒントが出ないっすね。ほら。
猫とかいないかな。いないか。うー、ドルダンがいっぱい落ちてる。うー、つかここはドルダン集めをする場所になったんだな。正直ギラテが遭遇したらどうしようって結構ビクビクしながらこの辺は一通り回ってるんですよ。なのであるとしたら洞窟じゃないかなと思って今洞窟を回ってるんですけど、こことか。でもここもっと重要な時に使えそうなんよな。おお、お前やっぱ洞窟に隠れてやがったな。やっぱりお前は洞窟にいたな。だって俺散々陸地は回ったもの。余裕やな俺。行ったろ。でもこいつかわいそうだよな。普通に怯えて隠れてるんだろうな。ギゴガゴごめんっていいのかな、この子攻撃しちゃって。ウォロに担がされただけの子やし。あ、まあ、とりあえず。はい。久々だー。早かった。よし。本日もガブリアス君で行っちゃおうか。戻れんかなー。でかいなガブリアス君。相変わらずでかいな。うちの子にはなるよ。簡単に捕まった。怯えてたんだろうな。いやいや、よかったよ、うちの子になってくれて。ガランドはギラティナのいた場所に輝くものを見つけた。ほう、大発金玉。あ、ほう、大発金玉。あ、ほほほほほ。あ、じゃあ帰ろ。博士、君と出かけたウォルさんですが、一人戻って教えてくれました。おいつ普通に戻ってきたんか。ギラティナは、ガランドーさんにかなわぬと知り、翡翠を守ることを選んだ。調査して図鑑に記録しなさいと。お？翡翠を守ろうとして、あの洞窟にいたってこと？いや、あそこじゃ何も守れんよ。怯えてたんよ、ウォロが怖くて。もう会うことはないでしょ。そう言うとウォロさんはどこかに。あの人、ポケモン図鑑の完成を楽しみになされていたのです。ああ。いや、まあいつは暴走するだけ暴走して、多分、戻ってきづらくなっちゃったんだろうな。でも俺はちょっと、恐怖を感じているよ。アルセウスと対峙する登壇に横から来るんじゃないかとね。まあでも、とりあえずね。じゃあ、さっきもらった大発金玉以外にも、ディアルガ、パルキア、ギラティナには、それぞれなんか進化する石なのかなみたいのがあるんすよ。ちょっとこれ使ってみようかなと思いまして。行こうか、ギラティナくん。おー。ん？ 5？ お？ なんだこれ、何度でも使えるんか。おー。パルギアは？おー。はー。
これ別の姿に変わったらなんかあるのか。おー。へー。まあ、ようわからんけど、じゃあこの格好でいこうかな。あ。おー。おー。おー。うん。ああ。そっか。あ。ギラティナ945円。ああ。ああ、ああ、ああ。おー。オリジンフォルムとアナザーフォルムっていうのに。そうか、切り替えができるんだな。へえー。あ、重さとかも変わるんだな。へえー。はい、では捕獲数203匹になりました。で、今回のポケモン集め中盤以降はポケモン図鑑のサイトなどを見ながら集めてました。というのも、もう見ないと絶対に捕まらないポケモンがたくさんいるので、参考にしつつ捕まえたポケモンも何匹かいるんですが、その中でもこの最後の1匹、いやもうこれの捕まえ方を見た時に僕は驚愕しました。いや本当に夏休み中に捕まらないかもって思うぐらいやばいポケモンでして、というのも、はい、こちらミカルゲというポケモンです。こちらのポケモン出現させるには、なんと例の灯火を、あの翡翠全体に散らばってる107個の灯火を全て集める必要があります。いやー、もう灯火集めってこうやり込み要素だと思ってたんですが、必須条件でした。うん。いや、これなんかポケモン集めしながら探してたんですけど、これポケモン集めよりよっぽど過酷なのでは。もうさすがに最後の数匹が見つからなくて、サイトのお世話になったんですが、もうランダムに探し続けてたんで、結局どれを見つけてて見つけてないのかっていうのが全くわからなくて、結局そのサイトを見て一から全箇所回ったりとかしてて、いや本当に間に合ってよかった。で、最後の一つを見つけた途端にイベントが発生したら困るので、現在106個まで集めています。なんで、とりあえずゆらちゃんに報告したいと思います。あ、ゆらちゃん、ゆらちゃん、ゆらちゃん、ちょ、ゆらちゃん、ゆらちゃん、え、ゆらちゃん、おう。お疲れ様。集めた灯火の数は106個だよ。灯火は残り1個だね。そうなんよ。結構頑張ったから、お手柔らかにね。あ、60個集めましたよ、俺は。あは、頑張りのしよ。あは、ありがとう。あはは。霊界の布。おお。海蓮の種。あはは。90個だと。あはは。あは、経験なんだな。うん、使ったことないな。あ、頑張りのよ。あと少しで、灯火が全部集まるね。他に聞きたいことある？うん、君のこと聞かせて。あ、何も言ってっこ、変わったこと言わないな。あ、ほう、ゆらちゃん、本当の姿現すんかな。あー、でもこの街では暴れないでほしいな。とりあえず最後の一個は突き止めてるので行きましょう。よし、最後の一個、うん。灯火をすべて集めたようだ。依頼主のゆらに報告しよう。あは、いごいご。よし。メンタラを先頭にしました。さあ、姿を現せ。お疲れ様。集めた灯火の数は107個だよ。うん。すごい。灯火が全部。ありがとう、ガランド。これで災いを起こしたいたずら好きをまた封印できるはず。うん。
ただ、封印できる場所は霧の遺跡なんだよ。おー、どこだ？待ち合わせの時間は、ユラと初めて会った時間がいいな。夜しか、本当の力を表せないんだな。グレンの湿地に夜行けと、おぼ。ドキドキするな。いやいやな、怖いな。バリバリ言うとるな。いや、そんなバリバリ言うてる場合じゃないんよ。俺今からお化け退治に行くんよ。霧の遺跡は？この辺みたいです。行こう。で、夜にしなきゃダメみたいだな。なんか今すごい音しなかった？大丈夫？俺。よし。じゃあ行こうか。こんな夜に、こんな雨の夜に遊んでないでお家で寝なさい。霧の遺跡のどこにおるんかな。ああ、怖いな。ゆらちゃんの本当の姿、俺怖いな。嫌やな。霧の遺跡ってどこなん？ああ。あんのはいるな。この辺かな。ああ、あの辺やな。ねえ。レントラ君戦闘になってる。どこかな？この辺っぽいけどな。普通にポケモンめっちゃいるだけで。あれ。怪しくない？あれ。ちょっと待って。これ怪しいなぁ。やっぱり。感動。待ってたよ。じゃあ早速始めちゃおうか。実はね、ガランドには一つ嘘をついちゃってたの。ともしびだけど、本当は全部で108個あったんだ。やっぱり、なんか、煩悩の数だろうな、って思ってたんです。私が持ってるのが最後の1個。これも要石に集めてくれる？はい。わかりました。ねえ、ガランドは、私のことどう思う？確信やん。それは確信に触れてるやん。いやー、わからないですね。はい。いや、不思議ですけど、もうわかりたくないです。知りたくないな。107個もともしびを集めたのに。まあいいか。これからも時間はあるし。最後のともしび。不思議な術を使った旅人も、もう許してくれるよね。どういうこと？あ、ちょっと目を閉じてて。いや、ちょっと目は閉じられないですね、君の前で。油断するわけにはいかないので。閉じるんか。このともしびはゆらちゃんってこと？そういうことか。この石は、
ひび割れから怪しげな気配が漂いし、おお、これって、うん、そうだよな、これに似てるよな、要石に。うん、いや、これはユラちゃんなのかな。ユラちゃんは本当は悪い人じゃなかったのかもしれん。うん、ほほほほ、要石が輝き出した。要石は跡形もなく消えてしまった。おお残念そうな顔。ともしびやすめが最後のいたずら、付き合ってくれてありがとう。おい、いたずらってなんだ。お前の余興のために俺の時間がどれだけ解けたと思ってるんだ。私のことずっと忘れないでね。お前の作戦は成功だよ。俺はお前を忘れない。銭持つからな。地獄で待っとけ。奇妙なポケモンの気配を感じる。いやー、あれはユラちゃんにのいたずらだったんか。いやいやいや、ちょいちょいちょい、えいちょいちょい、えいちょいちょい、あれか。あー、なるほど。なるほど、レベル60か、やれる。あんまりうちの子にしたくない。なってくれた。うちの子になってくれました。はあ、さて、あ、登録数と捕獲数が同じ数になりましたね。あ、ただこの登録数って増えたりするんよな。まあ、でもとりあえず多分これでいけるはずなので。あ、博士なんか言ってくれるかな。あ、あ、お、2匹。ああ、アンノーンか。ああ。はい。というわけで、最終決戦に挑んでいきたいんですが、とりあえず髪だけ変えました。ちなみに前回投稿からお面だけ変えてました。前回グレッグルで今回、オーニューラにしてます。で、最終決戦の服は、もう散々アルセウスが出てくる作業してくるんでね、もう着たい服がないんよ。なので、俺は混合団としてアルセウスを倒します。で、髪色は夏休み明けなんで、はっちゃけています。さあ、アルセウスを殴ろう。いや、もう誰か彼のことを迎えに来てあげてください。いやー、でも、これ、アルセウスが出てきたらウォロも来んじゃないかなと思ってるんですよね。なんか俺とアルセウスが対峙するとこ見たくないって言ってふてくされて帰って行ったものの、やっぱりとか言って戻ってきて邪魔してくるんじゃないかなっていう不安もあります。あ、うん、レントラー君が先頭。さあ、お前を殴る。あは、不幸。あ、天才の笛を聞け。曲調が急に変わる。最後の天才の笛。あ？え？まだ起きない。なぜだ？え？全てのポケモンと出会…え？俺は全てのポケモンと出会ったんじゃないのか？お？おー？どういうことだ？どうしたらいい？俺はどうやったら全てのポケモンと出会えるんや？え？どういうことだ？どうしろって言うんだ？お？お？はい。
ちょっと攻略とか見ずに自分でなんか見つけられないかなと思って確認したところ、とんでもない間違いに気づきました。ですね。僕、今までこの50音順ってところに載っているポケモンをすべて集めてたんですよ。で、これがですね、ここにあるグレーになってるやつはもう全部見つけたんですね。で、見方を間違えてました。ですね、50音順じゃなくて、この、番号順っていうのを開くと、このハテナっていうポケモンが出てくるんですよね。今までは、この、ですね、50音順で見てたので、ハテナっていうポケモンは除外されてたんですよ。だから気づかなかったんですけど、僕が今集めてるのが204匹で、ポケモンは237匹いるようなので、残り33匹のポケモンを集める必要があるみたいです。はい。いや、やっちゃいましたね。で、ここまで気づいたので、とりあえずちょっと残りの、このハテナになってる33匹がどういうポケモンなのか調べてみたんですよ。そしたらですね、フィールドを駆け回ってる時に、ランダムで発生する時空の歪みっていうものがあるんですけど、それでしか捕まえられないポケモンっていうのもいるみたいで、ちょっとこれを次回投稿までに間に合わせるのはちょっと難しいかなとは思ってるんですけど、まあ、裏作業でちょこちょこ集めていきたいと思います。で、アイテムの枯渇とかは解消したので、とりあえず次回はサブクエの消化などをしたいと思いますので、投稿は通常通り行おうかなと思っております。というわけで、僕の夏休みの宿題、失敗。ちょっと夏休み中のコンプリートはできなかったんですが、延長戦で頑張っていきますので、次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。